茨城県鉾田市の海岸に150頭以上のイルカが打ち上げられているのが見つかりました。10日午前6時ごろ、鉾田市の海岸に150頭以上のイルカが約 4km にわたって打ち上げられているのが見つかりました。多くは尾びれを動かすなど生きているとみられています。大洗水族館によりますと、打ち上げられているのは主にカズハゴンドウで、付近の海を餌場、餌場にしています。毎年数頭程度が打ち上げられますが、100頭を超えるのはこれまでに見たことがないということです。現在、茨城海上保安部や市の職員らがイルカを海に戻すよう救助作業を行っています。脳に出血、多数が死亡。クジラに致命的な米軍の協力ソナー、最高裁判決で推進。米連邦最高裁は、軍の利益はクジラ保護に勝るとして海軍側の主張を支持する判決を下した。215dBという戦闘機の離陸レベルであり、 480km 離れたところでも 140dB の音量が維持されるという。今日カリフォルニア沖には大きな嘆きの声が響いたことだろう。米連邦最高裁判所は11月12日米国時間、環境保護活動家が軍用ソナーの周波数によってクジラが殺されているとして米海軍に起こした訴訟において、海軍側の主張を支持する判決を下した。連邦最高裁のジョン・ロバーツ長官は、公正性と公益性を図りにかけると海軍の公益性の方が大いに勝ると多数意見の中で書いている。敵の潜水艦によってもたらされる脅威に対応するために海軍がアクティブソナーを使用し、実際的な訓練を実施する必要性の方が原告により主張された利益よりも重要だということは明白だ。クジラ保護の立場から訴えを起こした非営利の環境団体天然資源保護評議会 NRDC は、クジラが多く生息する地域での海軍による中周波ソナーの使用は国内環境政策法、海生哺乳類保護法、絶滅危惧種保護法に違反していると主張し、2005年にカリフォルニア州サンタモニカで訴訟を起こした。日本語版過去記事などによると、問題になっているのは静粛性に優れた小型潜水艦に対する迅速な探知能力を大幅に向上させるための強力な低周波ソナーシステム、サータス LFA、サールタス LFA 低周波アクティブ方式探索栄光アレーソナーシステムなどで、米海軍は世界中の海の大部分にこのシステムを配備しようとしている。215から240デシベルの音が発生し、その音量は F-15 戦闘機の離陸やサターン5ロケットの打ち上げの際、その真横に立っているのと同様のレベルという。 NRDC サイトの海洋ソナーに関するページには次のような記述がある。海軍自体の推計によると、これらの低周波音波源からおよそ 480km 離れたところでも 140dB もの音量が維持される可能性があるという。これは大型のクジラの動作に影響を及ぼすとされている水準よりも100倍以上強力な音量だ。中周波ソナーはさらに広範に使用されており、クジラの大量死に関連があるとされてきた 140dB はヘビーメタルのコンサート並みの騒音とされている。 NRDC ではクジラが苦しみながら浜辺に乗り上げたり、脳や耳からの出血を起こしたり、水面に急に浮上した深海ダイバーたちに発症することで知られる潜水病に苦しんでいることを示す生々しい証拠を提出した。日本語版過去記事などによると、2000年に行われたアクティブソナー実験の際には中周波ソナーが利用されて、数時間後に少なくとも16頭のクジラと2頭のイルカがバハマ諸島の海岸に打ち上げられ、そのうち8頭のクジラが死亡した。科学者による調査で脳と耳骨の周辺に出血が認められたが、これは大きな音にさらされた際の損傷とみられるという。ソナーは音を頼りに海を泳ぐクジラの方向感覚を失わせると考えられている。これは人間が常に眩しい光に照らされている状態に苦痛を感じるのと同じようなことだ。だが海軍は深海域で実際に起こっていることを正確に知ることは困難な上、クジラに被害が起きているとする証拠は不確実で、敵の潜水艦の脅威よりも確実に重要性は低いと主張した。それでも2002年の下級審判決では NRDC の主張が支持され、海軍に対してカリフォルニア湾でのソナー訓練の実施を制限するよう命じた日本語版記事。その後ブッシュ大統領がこの件に介入し、海軍に対しこの判決を適用しない方針を決定したが、これに対しては連邦高裁が大統領の主張は十分でないとする判決を下した。
連邦最高裁にまで持ち込まれたこの訴訟は、今回、5対4で、海軍側に有利な判決が下った。本件において、最高裁は、環境問題に対する懸念については取り上げず、海軍に対し、ソナー訓練の制限、あるいは、少なくとも、より、クジラに影響を与えない実施場所を探すよう命じた下級裁の判断は、裁量権の乱用だとの判断を下した。